ばんは。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ララポート豊洲でイベント、25文字以内、え？ちょっと待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13エラーになる、なんで25文字以内なのに。なんでエラーになる、ちょっと待って。あーならいけた。編集明日はララポート豊洲でイベント、いけた。すっぴんなう。今日はもうお風呂に入りました。こんばんは、こんばんは。僕くり聞いてた、こんばんは。もうお風呂上がりなので、メイク配信ではないけど、もうメイクしないよ。もうこのまま寝れます。私はもう歯も磨いたので、もうこのまま寝れるんです。お仕事なの、べーちゃん。いってらっしゃい、頑張ってね。明日行きますって、ありがとう。明日フラゲビアで、もうね、そうじゃけんね、このまま寝れるから楽ですね。そう、さっきまでねバレエ見とったんよ、ずっと見とって。そうバレエ見とって、アンは石井選手が一番好きなの。石井由紀選手ね、惜しかった、惜しかった。だってでもすごくない、全勝のさイタリアにさ、でもしかもフルセットで戦ったのはさ、あれでしょ、日本だけでしょ、全勝でしょ。だってやばくない、イタリア。それにさあここまでできたのすごいよね。でももうちょっとだったけん、めっちゃ惜しかったけん、くっそーって思ってさ。13点目ぐらいかな、最後のセットの5セット目の監督のあーみたいなやつを見たとき、なんかもうかっこよすぎて、なんかそのなんか何、スポーツが、スポーツっていうもの全てがかっこよすぎて鳥肌立ったもん。なんか点入れたときに、そう最後のなんか荒木選手がすごいなんか失敗してもずっと笑顔でなんかチームを引っ張っていくっていう、いや全然バレーやったことないんですけど引っ張っていくっていうところとかもなんかもうすごかったし、なんかかっこよかった。いやでも向こうの何選手だっけ、あの3文字のえ、さっきまでずっと見せてもらいます、急に忘れた、なんだっけ、何選手だっけ、イタリアの選手のさ、得点30何点の選手、ま違う、なんちゃらぬ選手ね、何さんだっけ、あえエボヌ、エボヌ選手、エゴヌ選手か、えいるじゃないですか、まあでもすごすぎて、もう強すぎて、エボヌ選手か、やばかった、やばかった。
でも、木村沙織選手と、今はいないけど木村沙織選手はと、石井由紀選手と長岡選手のサイン持ってるんですよ。すごくない？イエイそう、でも本当にちっちゃい時から好きなの。そう、アンニャバレーボール全然できないけどっていう。じゃあアンは応援しちゃダメなのね。え、負けてねえし。いや今日は負けたけど東洋の魔女知ってる、教科書に出てた。よく言われる、リベロ、リベロ、アンちゃんだとリベロだよねってよく言われますね。僕は山本アンナさんのサイン持ってます。誰だその人ありがとう秋山さん。バレエの応援ソング、やば、それはやばい。まゆさん、まゆちゃんかな、待っとるそう、2セット取ったの。そう、顔が腰じゃないって怖く4日の明日までだよね、追加する、ありがとうりおちゃん。絶対ね、後悔させない楽しい日にするねバレエ、そう、この前リーちゃんと最初に応援しとったけん、今日も一緒にリーちゃんと応援したかったんよ。あ、リコちゃんや、ボール役、誰がや待って、タワー、タワー、大輝さん、いつも写真ありがとうタワーじゃなく写真、タワーありがとうございます。待って、ノブさんもだ、ノブさん2本ありがとうございます。2人とも間違えて鉛筆取っちゃった。ありがとうございました、わありがとう、いつも大輝さん、この前もあった、大輝って書いてるけどこの時大輝さんありがとうございます、ありがとうございます。そう、広島 JT があるよって、明日いよいよフラゲ日ですね。マリンショーかわいいね。ね、かわいいよね、あれ。そう、この船のセットです、これは本物、本物っていうかその MV で使ってたやつ。あ、ノアちゃん、わかるわかるわかる、制服かわいいって言った、覚えてる、めっちゃ覚えてる、ノアちゃん。そう、なんかさ、あとさ、なんだっけ、あの新しいグッズも出ますよね。もうパネルは放置しました。出ますよね、新しいグッズが。めっちゃ可愛くない？知らんかったんまた知らん。ファイルのオレンジのファイルはなんか出るみたいな噂聞いとったけど、それ以外は知らんかった。そう、バッチとかグッズ可愛かったって。明日行きたいけど仕事。ライさん、ありがとう、怖く。鍋つかみ吉原さん、可愛いって言ってたやつ、そうなんじゃないのかな、違うのかな、まだあるんかな。タオルもめっちゃ可愛い、タオルめっちゃ可愛かったね。あと何があったっけ、浮き輪とか、めっちゃ季節外れやんでもね、可愛かった。しおんち覚えてるよ、もちろん。替え玉ポン、なんで今日替え玉なの2個つけないとねって、美川さん明日学校って。そう、チケットホルダーとか、週末ハバイト疲れ、明日は冷えるから水平さんの衣装でいいんだよ
あ、長袖だから、あでも違うんじゃない、ちょっと知らないんだよね、何の衣装か。どこだっけ、何があったっけ、タオルとクリアファイル2個と缶バッジと、とタオルマフラーがとりあえずかわいい、クリアファイルが2個とラバーバンドと生写真ホルダーのオレンジが出るそうです。今日リップつけてませんね、色はい。水平さんの衣装はそうどちゃくそかわいすぎ大輝ラバーバンド文字とかあった、書いてあるよ、なんかウォンチューウォンチューって書いてある、多分レグルスさん、あさって待ってます。メンバーたちの体調いいの、うん大丈夫だよ。CD の段ボールが狂うって同じためさ、今日は顔が明るい、そうほんまにスピン、もうお風呂上がり、今日でもね女子っぽいことしたよ、あのねスクラブをねやったお風呂で、女子っぽくない水平の衣装昨日で終わりって本当まだわかんない、でも終わりかな、わかんない、でもいつ着るかわかんない、全然名古屋か、アンナちゃん声も可愛すぎでしょ、月下美人さんありがとう缶バッジね、スクラブスライムって、まあいいよもうスライムでいいよ明日行くよテルリンクさん、ありがとうございます、いいよもう男子はスライムで、もうスライリーでもいいラグビーの話、うん大丈夫大丈夫大丈夫です、今日も好きだよ磯彦ありがとう声綺麗だって嬉しい、ビートさんケロちゃん、瀬戸ちゃん待ってるよ、明日さ、でもさ平日じゃんか、みんな来てくれるんかな、大丈夫かな来てくれる、まだスクラブの話しおる男子がねえ明日そうコールダメらしいよ、本当か知らんけど、でもなんかあの会場自体禁止なんでしょ、だからまあペンライトでこうやっとって、えじゃあさ、はいアンニョゴテマムタンナです、よろしくお願いしますアンニョみたいなやつもないんかな、ダメなんかな、それもコールねでもさコールダメっていうところで、でも結構さ見たらさ NGT さんとかさ結構アイドルさんさやってるじゃんか、あそこの会場で、なんかあれだった、意外っていうか何、あ私たちもやるけど、なんかねもうアイドルといえばじゃないけどさ、ライブとアイドルのライブといえばコールみたいな感じだからさね、ちょっと残念だけどあんなコール好きだから、ズマさんミュージックビデオ見たよってありがとうございます、拍手と手拍子のみじゃあしてください、前にみちがやったとこ、あみちもやったのそこで、あまねちゃんありがとう、自己紹介今みたい、いやアンラーね、はいアンニョコテマムタンナですよろしくお願いしますしか言わんのよね確かにオーバーチャー静かだったね、確かに、あみんなダメだよだから明日はね、
ララポート豊洲でイベントです。なんかもう目が、あ、ちょっとあんま生きてない今日。すっぴんだとちょっと目が生きてないんだよね。アンズのグループラインで指紋がなくなるぐらい手拍子してねって。ウケる。寝たい？今？今全然寝たくないよ。目がトロンとしてる、本当？でも眠くないよ、そんな。コールなしやで。口にガムテープ貼らんとコールしそうだって。メイクしてないからじゃない？わかんない。サーモンさんこんばんは。なんちゃらおじさん、コンティヌさん、ギフトありがとうございます。全員マスクで参加、寂しいね。ツラミンゴ、そう、でもね、コメントをね読みよったら目がねフワーンってなる。こたつさん、ジャンプもダメなんじゃない明日は。え、化粧してるって思われる、やだ、それは嫌。え、いこ、あ、めっちゃ硬いですよ体。目疲れてるの？いや、コメントずっと読んでたら疲れる、目が。けどね、慣れた、なんか疲れなくなったかも。そうだよ、ララポートの方に怒られてイベントできなくなったら困るから。ダメだよ。3000人超えた、早い、ありがとう。お魚はね普通。あんま食べない。キュートさん、あーさあ好き、キュートさん、ブルーライトって。加藤翔さんショールームね、してたよね。そりゃ出禁はダメよ。夕飯豆腐ハンバーグやったわ。ありがとう、マネちゃん。明日は仕事、年明けさん頑張ってね。ね、カープの試合始まる、巨人とですね。島根の差し越しさん、だるまありがとうございます。真珠さん、撮影集中しまして、ありがとうございます。視力悪いです。料理長のスペシャルカレー、ミスタバイピンクの船さん。フォロワー2並び見た、でもね減った。今何や、22222の、あ、増えとる今は。22226じゃ、なんか22222じゃあと一人でって思ったら22221になったりしとった。福岡で私は食べてません。ほうれん草好き、うん。普通。いいな、カープの試合も行きたい。え、待って、ワンチャンさ、全部松田なんかやね。え、全部松田なんだよね。でも別にさ、巨人だからといってさ、東京ドームないよね確か。全部松田か、それそうだよね。そうなんよね。松田よね。東京ドームあったら行きたかった。てかね、横ありでね、19日だっけ、あるんですよ、バレエの試合が。そうけどね、行けれんかった。行こうと思ったのに、リサ誘って、行けれんかった。まあ、いったカレーにちょっと納豆食べれん。ハイタッチループできるんじゃない、みちに勧められてきましたって。翔さんありがとうございます。
全力で巨人を応援しますって横あり、この船のやつです。この飾りは水平さんの衣装、スニーカー、チタンのインヒールにしたいですね。ウーロンミルクティー、ゴンチャいいな、リコちゃん。あ、もうゴンチャ飲みたい。巨人ファンです、マサさん、イエーイギターシーン、デデデデデデ。ハイタッチだとそうだね、少ししか話せないね。巨人勢いあるからね。いや、カープもね、カープも負けんで、負けへんで負けたらあかん。いいファンのタピオカ美味しいって行きたい。 T-WAY 美味しかった、めっちゃ。よいにゃ、え、そんな久しぶりだっけ。ケロちゃん明日来てくれるのだっけ。今の一番好きなタピオカは茶タイムですね。マミちゃん、私もカープファンだって、イエーイ。名札あるよ、ぜひつけてきてください。あずみん、ありがとう。女の子タピオカ好きねって、ライさん複雑だ、元巨人ファン。サンフレッチェ MAK さん、いやマジね、ゴンチャめっちゃ並んでる。とりあえずやばい、本当に。チタイム普通の飲む、でもなんかゆず、蜂蜜みたいな、ゆずのやつ気になるんだよ。プリンちゃん待ってるよ。明日一連が、あん一連よね。あんとひとみとしょうこ、さな、みりにゃ、はなで、二連がきあら、なあたん、のんのいより、りさの5人だった気がします。あんなのあれだと。業務用、あのね、業務用スーパーのタピオカも美味しいんだけど、なんかあんはタピオカに黒糖の味がついてるのが好きなんですよ。でもな、業務用スーパーのはついてないからね。そうっていうちょっと点があるんですよね。ゴンチャ有名ね。正解だって多分。明日ハイタッチ会だよ、ポンポン。テスト、まいちゃん頑張ってね。鹿のタピオカはジアレイなんちゃなんちゃです。アサピーさん、明日待ってます。ハンちゃん、俺得、いえ。アンナちゃん CD 買う、なんのどういうこと。アヤノン、アヤノンちゃんよね、みんな学校よね。千尋じゃん、千尋頑張る、ありがとうって。京都にも来てって、行きたい、京都めっちゃ行きたい。ハイタッチ1周年よりはね、多分ね、ゆっくりだと思うよ。ハイタッチポテトさん、よしのちゃんかな、はじめまして、ありがとうございます。うちは作ってくれるの、さすらいさん。明日チロルさん待ってるよそれな、広島イベはよって。ステージかなり狭くないです、嘘でしょ。アンナ2次関数教えて、アンナに教えて。ちょっと1周年はね、まあ人数がやっぱ多かったし、ありがたいことに。よしまーね、早い、もうなんかファー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 って感じだったけど、さすがに明日は違うでしょ、分からんけど。浩平さん、新曲聴きに行くよって、ありがとうございます。 CD 屋さん巡り、あーするんかね、いつもしてるもんね。でも今んとこわかんない。
じゃあ行くのはあなたに内緒なの、タラちゃん。え、ももさん、ももちゃん、嬉しい、ありがとう。今船のエピソード、MV 撮影の時の、MV 撮影は朝が早くて、まあ、基本 MV の日は朝が早いんですけど、多分確か早くって早いのに、なんかサナと一番後ろにね、その時座ってたのがサナとひとみと花だったんですけど、サナとひとみがうるさすぎて、なんかもうずっと喋ってて、二人がなんか喋ってるっていうか、モノマネをサナがして、それをひとみが大爆笑してるっていうのが前半で、まあ、結構まあ遠かったんですね。で後半はなんかひとみが10回クイズの問題を出して、サナがひなんかひ肘、あ、ピザ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 のやつ、あれをやって、なんかもうとりあえず、なんか花も最初はモノマネの時に笑ってたんですけど、もう途中から花ももう飽きてもううるさいみたいになって寝てて、あ、そう、そんな日のツイートしたわ。朝から元気です、うるさいですっていうツイートして、すごいうるさくってマジで騒がしかったっていう、あの息の思い出。名前聞くだけで耳が痛いってウケるそれは受ける。そうとか、帰りは普通に、帰りはねすごい静かだった。基本イコラブ帰りは静かなんですよね、みんな寝てるから。そう、あ、てかさ、誰か TikTok 上げてた？今日あげようかな。そろそろ。TikTok。水平さん攻めする？どこだっけ。これ載せようかな、なんか聞こえるって、これ載せよう。ちょっと待って、どうやって載せるん。あ、あんまやったことないけど分からんのよ。え、これ何、え、分からん分からん、待って助けて、これなんていうやつ。え、もうあんまりちょっと詳しくなくてさ、え、どうしようどうしよう、助けて誰か、これどうやるんやろ、このハッシュタグなんなんじゃろ。え、何、このさ、自分がやったやつのハッシュタグが分からん。え、ちょっと待って、右上のボタン押すんだよ。それ取り消しやわ。えこれ何何マジで。え、もう分からん、助けて誰か。あのさ、普通にダメみたいな。それをやったんですけど、やったはいいがわからないという。ダメ演技力面接、ダメ演技力面接だってのかな、ちょっと調べよう。もう分からん分からん分からん。え、なんて言ったん今、ダメ演技力面接っていうハッシュタグあるかな。曲
るじゃん。これでいいのかな。それでいいの？パート2とかあるけど。ダメ演技力面接でいい？やってますか？誰か詳しい方。これでいいんかな。完了。え、いいの？合ってますか？なになになに、またあんなかって最近上がってないやろ。ダメ演技力面接、誰もわからんって言っとる。いっか。いっか。え、まだあげてない。え、もういいかな、わからんけん。やって。じゃあもうあげまーす、投稿。アップロード完了。いった？できた？あ、いったんちゃう？シェアしよう。サナツンとのやつ。サナとアンってなんて言ってるっけ、いつも。サナアン、アンサナ、ツン、ツンアナ、アンツン。え、何？いつもなんて言ってるっけ？そんな言ってないっけ？グッドでござるよって。アンツ。ダメだお。シェア完了。シェアできたかな。あ、できた。オッケー。よし、1234、まあ4個更新されてのちょっと出たから、まあいっか。
許して。誰があんなちっこいやちゃんと上がってるよって。ダメだよダメだよ。でももうあと1個しかないと取りだめしてるやつ。まあいいか。TikTok 見てニヤニヤしちゃう。またあげてね、ありがとう、感謝、感謝されちゃった。そわそわさん。言いなり選手権。言いなり選手権。諸橋のダメだよ、面白いでしょ。ダメだよ。ダメだよ。ハート押したよ、ありがとう。見てきたよってざ。ニヤニヤしちゃう。明日来ないと。ダメだよ。声は自分じゃないよ。ダメだよ。ダメ。キアラ。あれ、すっぴん正解。全力お兄ちゃん、お兄ちゃん。これさ、マジさ、なんか全然タイミングわからんすぎて。コメント読むね。 TikTok のコメント読んでるよ。懐かしいって。もう見れるのかな。まだ見れない。まだね、再生とかもなんか全然来てない。だいぶ本当、笑。明日三時起きなの？いおりさん、筋トレあんまやんなきゃ。 TikTok 見てると、そうなん、容量あれなんじゃ。奥本ひなのちゃん、ひなの TikTok はなりたいの。あ、いっぱい更新してるよね、見たことある。来月の価格何切るか決まってる、結構。サナ面白いでしょ。ダメだよ。 TikTok ってそんなに重いんだ。うちの諸橋さん TikTok のアプリ入れないんですけど、ツン族の皆さん、うちの諸橋さん入れてませんよ。 そちらの諸橋さんアプリ、タコチュゆいに待ってるよ。嘘、俺も入れてないよ。サラツン自炊してるらしいよ。なんでこの時間からしてんの。あんまよくしてるけど。リコちゃん、そんな時もあるよ。やっぱさ、楽しいってさ、ご飯食べる時楽しいもんね。諸橋の自炊は大丈夫でしょうか。心配ですね。受け取るわ、シルフィードさん。あん、ここあのね、口ちっちゃいから嫌なの。口をね、まあ、ちっちゃいくせに広げないんだけど、なんかここまで口やった方がさ、ニコって笑ってる感あるじゃん。
ラジアンさ笑ってる感なさすぎてさ、こうやりたい。やりたい。口の幅ここら辺まで欲しい。これはでかいか。そっちが顎が小さいのか。それ嫌だな。もっとだって笑ってる感ないじゃん。でもあんまここがなんか言うてやりたくないから、あんまこうやって笑わないの。ここが嫌だから、すごい嫌だ。嫌なの、めっちゃ嫌だ。口角だからあんま笑わないの。予防接種するの、するんじゃない。嫌だ。自炊結構しますよ。すごい嫌だって。だから嫌いなの。それは笑ってる時は笑ってるけど、自分のその顔は好きじゃないの。ダメだよ。あと100人マジで。基本結構あんね、2日に1回とか3日に1回ぐらいは自炊してます。最近は、最近作ったのはあれですね、卵スープです。しょぼいって思ったやろ、ほんまに。もうあんな声は小さいです。可愛くない。何作るの得意料理は。え、結構ね、何でもいけますよ。別に人参も食べれるし、食べれるし。違う、卵スープを作った理由はですね、ちゃんとなんかなんだっけ、なんかだしの粉とか、粉っていうか何、なんか中華、違うな、なんかあるじゃん、なんか入れて、なんかそれは人見とご飯食べに行った時に、なんかお肉食べに行ったんだけど、その時に卵スープがついてきて、それはすっごい美味しくって、と思って美味しかったから、なんかちゃんと人参とか、あ、人参じゃない、間違えた、玉ねぎとか切ったりして、あれして、違う、だしの素だ、味の素とかか、鶏を育てるとこが違う。でなんかちゃんとそういうの入れたりして、あとなんかちょっととろみをつけるために片栗粉を、水溶き片栗粉を入れてみたりした。ソーミシャンタンみたいなやつ、まあそっち系なのかな。あ、そう、鶏ガラスープだ。鶏ガラスープのなんかやつとか、ブイヨンまではちょっとやってないかな、わかんないけど、まあでも中華風みたいな、ちょっとわからんけどっていう。だからもうね、みんな忘れちゃいけんよ、アンは大学の時、料理の専門の大学に通ってたんだからね。私は女子力多分なさそうに見えて、なんか料理絶対できなさそうって思われるけど、あの料理好きだから、できるとは言ってないけど好きだから。そうだよ。ドヤ顔。いやマジであん結構ガチでやってたから。はい、ほら絶対みんなね知らないじゃん、知らないっていうか、そういえばって絶対忘れてる、忘れてましたってめっちゃ来る。そうよ、高校でしょ。違うよ、そうよ、じゃけ高校じゃけ、その大学を卒業しとったらちゃんと調理師免許とか取れとったんよ。じゃけんちゃんと料理できるんですよ。誰が法学部や。ちゃんとできるんよ。まあ卒業してないので、ちょっと資格、そう、栄養士とか、栄養士と調理師もらえてたんですけどね。そう、そういえばそうでした。
調理師料理うまいとは限らん。でも調理師はさ、やっぱさできるじゃん。でしょ。でも別になんか、なんで料理に行ったのかちょっと自分でもよくわからないんですけど、春巻き作れるよ。大学を辞めてイコラボ選んだのか。そうだね、そういうことになります。調理師免許持ってるの。味付けやん。めっちゃね、全部測んない、一個も測んなくやるからね、適当。魚もさばけます。さばけますっていうかちょっともう忘れちゃったけど、普通に毎週さばいてた。でも振り付け考えるの好き。急にお肉もさばいてた。ハンバーグ作れるよ。1年間はそうちゃんと大学通った。1年2年1年と1ヶ月2ヶ月か1年と2ヶ月三枚おろししてたわ。そう、短大でなんかやめてきた、こっち。でも肉じゃがとかさ全然好きよ。普通にさ、何無難って言われるかもしれんけど、カツラ向きのテストめっちゃあった。サシスセソ言ってみて。さ、砂糖、し、塩、酢は酢、お酢の酢、せ、醤油、そ、味噌。はい。なんだっけ、なんて、カツラ向きのテストめっちゃあって、違うんだって、イコラブのオーディションの特技の欄に、確か、大根のカツラ向きとかって書いたきゃん。バカよね。まあまあまあ。そうよ、サシスセソは別に結構誰でも言えるでしょ。ソはソースやぞ。ちゃうわ。ソースじゃなくてよかった。え、ショコリサソースって言ったん。ショコは普通に言いそうなのに。ちゃんとまあリサは納得。広島ではソースだよね。でもね、カツラ向き最初マジで2センチ3センチとかしかできなかったんですよ、大根の。でもでもテストで落ちて、まあ、全員落ちたんですけど、全員できなくて。でもその後の再テストの時は1メートル以上大根のカツラ向きをできた。ひひひかさん、明日誕生日です、おめでとう。あと何時間かかっちゃん、あと1時間9分後ですね。おめでとうございます。明日もよかったら来てね。今度見せて。今はちょっと できないかもしれません。しかもあんのかつら向きのやり方こうじゃないんですよね。こうやってやるけんね、マジ危ないって言われる。面を向いてはいけません。そう、でもね、その大根が手がちっちゃくって持てんかったんよ、そのあれでテストとかで。なんかもう重たくてマジ腱鞘炎になるよ、ほんまに。あれマジで腱鞘炎になるの、腕がどっちもね。
で、なんかでもこっちのなんか大根がもうこうやってあん手で持ちきれんかったんよ。だけどなんか先生に言って、あの最初皮だけ先生が剥いてくれるんよ。で全員渡されるんだけど、なんかあんはもう先生になんか皮剥いてもらった後、もうなんかもうちょっとあの細くなるように大根をなんかあれ言って、あのやってって言ってやってもらってやってくださいって言って、もう剥いてもらって、ちょっとアンナが持てるサイズレベルにして自分でやりました、やってました。その時無理だった、持てなかった。あの手がちっちゃいんですよ。よく握手会でも言われるけど、だけど背が伸びんかったらしいよ。ジャケじゃないけど、なんか足と手が大きい人は背が伸びるってよく言うけど、伸びませんでした。え、剥いた後はあのなんだっけ、千切りっていうのにして、あのめっちゃ食べさせられてました。あれ手は関係ないんだっけ、でも足が結構大きかったらなんかあれって言ってた。千切りだ。そう、指原さんがプロデュースしてくださってるグループです。大きくても伸びないよマジで。イメージ大根、そう食べさせられてた。大根美味しいよね。うん美味しいよ、おでんの大根ね。てかさ、今日左肩だけめっちゃ朝起きたらすっごい痛くてさ、もう今すっごい痛いんだけど、どうしたらいいですか。めっちゃ痛い。どうしよう。30センチですか。リュイちゃん最初の入りのコメントが、えマジで朝からめっちゃ痛いの、左だけなんかめっちゃ痛い、筋肉痛、なんか寝違えたんかな。左手だけなんかめっちゃなんか痛いの、どうしよう。スイカに塩かけない、お祓いとか言わんで。40肩どういうこと、40歳の方ってこと、まだ20歳やねんけど。そうじゃけね、今日ねめっちゃちゃんとお風呂めっちゃ使ってね、めっちゃあれした。いちごに練乳かけない、奇遇ですね俺もやっぱり。あ、飛行機で変な姿勢で寝たとかありえる。ああ四十肩か、あ聞いたことあるわ。整体行きたいマジ、えめっちゃ痛い、なんか押したら痛いの、何もこうやってるだけは痛くないんだけど、こうやったり押したら痛いの。40歳二十肩、うんどうしよう、なんかマジで左だけ痛い、どうしよう、なんで左だけなんじゃろ、うん、誰あの肩に乗っとる人、ほんまやめて。寝違えた、でも寝違えたら首が痛いんじゃない。わかんない、めっちゃ痛い、あー痛い明日。でもね右手じゃなくてよかったって思ったの、右の方が動かすじゃんダンスで、左はさマイクじゃけさ、あんまどっちかって、まあまあ動かすんだけどさ、めっちゃ痛い、左向いて寝るからだよ。え、あ左向いて寝てんの知ってんの。あんでも上向いて寝るかも、あでも右と左の時もあるけど、もう誰ほんまに。サラツのマッサージ痛いもん、マイクが重たかったとか。めっちゃ痛い、やめて、今日は2人で配信してるんだねやめて。痛い、ちょっと明日も痛かったら辛いな、まあ気にせず頑張るわ。ジャロスケが乗っている、まあジャロスケならいいんだけどさ、
何か重いものを担いだ覚えはございません。マイクのせいか。前剣体操、あー痛い痛い。いや、お風呂でゆっくりマッサージした今日は。だからお風呂上がりだからもう寝れるから楽なの。キャリーケース引いてない。ハイタッチは、うん、右手。箸より重たいものを持ったことがないお嬢様だな。いや、マイク重たいわ箸よりファンの思いが肩に乗ってるんやで。よし、ならそのままの方がいいや。そのままにしとこう。きょうちゃんバイバイ。行っちゃうんだ水平さんの帽子重い。うん、普通。あいたみが深み。ルイちゃん、ルイちゃーや。橋より重いの。行くのやめようかな、わらとか言って行くんでしょう。肩タッチかい。肩揉んでくれんの。帽子ガッチガチに止めてますよ。三好のくまさん、こんばんは。え、寝違えたことはよくいっぱいあるけど、それって首じゃないの？肩も寝違えるっていうの？寝違えるときあるんだね。はあ、つらいつらい。二重肩や。湿布なんて家にね、あるかな？いや、ないよ。11人で何本ピン使う？一人、でもね、なんかアンね、めっちゃ止めてもらったんよ、不安だったけん。マジアン10本ぐらい多分止めとった。多分変な寝方したんかね、分からん。でもアンね、足がつったこと一度もないんですよ。なんかつるっていう感覚が分かんなくて、なんかよくさ、メンバーとかもさ、アジアバラスつったとか言ってるんだけどさ、なんかどうしてあげていいかもさ、やっぱ大丈夫ってなるだけでさ、なんかどう対処してやりたらいいかさ、わかんないくってさ、なんか自分がつったことがないからさ、なんかつるっていう感覚がわかんないの。痛いんでしょ？パンをつったことはあるやろ。あ、伸ばしてあげるん。え、なんかでもあん一回それがつったかどうか自分でもわからんのんだけど、これがまあ足だとしたら、なんかこれが足だとしたら、なんだっけ、こうなったので、なんか骨、ここの骨とこっちの骨と、膝がここで、こっちの骨とこっちの骨がなんかずれたの、一瞬で、なんでか知らんけど。でめっちゃ泣いたの、あんそう。でもめっちゃ痛くって、なんか急にずれて、何もそんなしてないのに急にずれて、そう。いや、これ足と見立ててる。そうで、なんかしたら、なんか友達のママがなんかボンって押したんよ、ここ。したらなんか、あ、痛くないみたいになって治ったんよ。だけど多分それはなんか、何、なんか骨が外れたんか知らんけど、なんか関節が外れたんかな。なんかそれがめっちゃ痛くって、ほんまになんかもうくっ、もうなんかもうね、もうやばすぎて、え、超泣いたの。脱白そう、関節がとりあえず外れたのよ、それが。めっちゃ痛くって、でアンが、うわ、足つ、これがつるってことなんだねみたいに言ってた。いや、それはつるじゃないってめっちゃ言われた。あ、脱臼か。あ、脱臼なんそれ。もうほんまに痛くって、脱臼ね、一人が言えば脱臼って分かったからさ、そんなみんなでさ、脱臼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 コメントしないでもらっていいですかね。いや、ほんまに痛くって、え、もう無理と思ったの。マジで泣いてて、見たいみたいな、めっちゃ痛くって。したらなんかバーンってやってもらった瞬間に治ったけん、怖かった。
っていう話。ひらがなでいくわって。めっちゃ痛かったけんね。で、釣ったこと一回もない。わからんのよ、釣るっていう感覚が。え、あ、でも、あ、骨強いと思うんだけど自分で。だって骨折ったこともないし、別になんか捻挫とかもないし、あとなんだろう、突き指とかもないし、ないかな謎の骨強いアピールそう、正直成長痛ってよくあるじゃん。なんか背が伸びるときに足が痛いみたいな、関節が痛いみたいな。 あんまそれなかったんですよ。だから成長しなかったのかなと思って、なんか成長痛な痛いって言ったこと記憶に、自分の中では記憶にないんですよ。だから成長しなかったんだ絶対そうやけん、そうなんですよそういえば成長痛って言ったくなかったっていう感じ。ケロヨさん漢字が難しいな、それは体めっちゃ硬いでさん。いつから身長止まったの？まだ伸びてたらどうするの？いつから止まったんでしょうね。わかりません。あ、外反もし？あ、それは知ってる、めっちゃ知ってる。あん、そうだもん。あ、違うわ。あん、その逆のやつ。めっちゃね、なんかね、靴が痛いんだって。じゃけんめっちゃいつも痛いんだって本当は。特にね、ローファー制服のさ時のね、靴がめっちゃ痛いどっちだよってなんか分からんけど、めっちゃ痛い。それは26歳まで背が伸びる可能性があるって。え、何、外反母趾って何、どっち？とりあえずなんか逆っていうか勝手に言ってるだけなんですけど、アンが勝手に内反母趾とかっていう言いよるアン。え、でもなんか衣装さん、なんかいつも痛すぎてマネージャーさんとか衣装さんとかなんかいつもめっちゃ赤くなるんですよ。それでなんかなんだっけ、アンは小指の方が痛いんですよ。小指があって、ここ足でいう小指があって、ここがなんか出てて、え、それ外反母趾ですか？なんかこっちが外反母趾なんだっけ？だったらこっちは内反母趾でよくないって思って、まあ、勝手にそうやって呼んでるんですけど そう、だからめっちゃここがね当たって、ね、いつもめっちゃ真っ赤になるの。あ、これが外反母趾なん分からんのんだけど、なんかで靴のローファーってやっぱ踊るために作られてないから、そうだ、ここだけなんかポッコリしてるんですよ。そうだけん、そうこの外側が痛いの。そうヒール、頭こんがらがる。あ、これ外反母趾なんだ。だって外だもんね、こうやって履いてて。確かに、なんで内反母趾って言ってんだろうまあいいんだ、どっちでも。そうじゃけんね、痛い、いつもじゃけん握手会でよくさ靴脱いどる時あったでしょ、ローファーの時とか。よく靴脱いで、握手会だけ靴脱いでた、よく。でけんさ、なんか小さいのにさ一人だけ靴脱いでるからさ、もっとね、あのね、身長がね、メンバーとの差が開くんだあったねって。でしょ、まあそんな話は置いといて、置いといて、
何の話しますか。そろそろ終わろうかな。もう下駄を履くしかないね。やだ、下駄履け、下駄コメント2個連番してますよ。なんかふと夜、ふとさした夜にね、あのご飯作りたくなる。明日朝は早くない。そんなテスト頑張って。え、りんごちゃん嬉しい。ぶどう？りーちゃんからつい来てるよって。嘘、あとで見よう。違う、お腹が空いてるとかじゃなくて、全然お腹空いてなくても、ふとなんかさ YouTube とかさ C チャンネルとかさ、なんかインスタのやつとかでさ、ご飯を見てる時があるのね。そしたら、あ、作りたいってなる。課題みるちゃん頑張ってね。いや料理配信さ、なんか全部ここに持ってこなきゃいけないじゃん。だからさ、誰かさ他にいたらさ、あーなんちゃら忘れた、ちょっとなんちゃら取ってきてって言えるじゃんか。けどさ、あのさ全部ここに用意してからスタートしないといけないから、ちょっと料理配信するの大変なんだよね。もうさ何回もここいなくなんなきゃいけないっていう状況を作らなきゃいけないからさ、難しい。料理配信なかなか。キッチンを映したくないね。いや別になんかな、汚いとかじゃなくて、なんかさそんな公開しなくない。だから、なんか家からっていうか、広島の家からとかだったらお母さんとかお父さんおるからいいんだけど、ちょっと一人で全部するのはマジで大変。いつも料理配信の時マジ大変なんだろ、はい、大変なのマジで。だからなかなかちょっとね勇気が出ない。めっちゃ一日オフの時とかしかちょっとできない。手遅れ交渉流しながら、多分ね自分らの曲でもね流したらねバンされる。キーマカレー丼作れるよ。スピンは公開するけどキッチンは公開しない。そう、一人暮らしは大変なんだ、大変なんだよ。さっきもさ洗濯物干しよったんよ、なんでこの時間ってね。でさ、そしたらさ、なんか外出たら雨降っと、なんか雨止んだ後みたいになって、あれみたいな、雨降ってたのみたいななってさ、そう、知らなかった雨降ってること。いやでももう今は止んでて、明日も雨降らないっていう予報だからもう干したけど、乾燥機使ってない。乾燥機使ったらぐちゃぐちゃになる。母脇の協力。母脇って面白いね。父脇と母脇すごい協力的よね。優しいママとパパですね。部屋干し絶対したくない。兄脇もいるよ。そうよね。ジャロスキー干してません。ここにいます。
違う、一回さ乾燥機使ったらさ、もうなんかさレッスン着やった、レッスン着やったんだけどさ、 T シャツとかもうさ、なんかもうやばかったよ、なんかもうなんかぐしゃぐしゃになっちゃってさ、もう一回だけ洗濯したもん。あ、だからめっちゃ乾燥機なんかもうすごいことになるけんね、もうね、やだ。ペット飼いたい、癒されたい、犬に癒されたい。だからそこら辺の犬を見ると、何、あの散歩してるワンちゃん見ると可愛いってもう言葉が出ちゃう。ジャロスケ洗濯したことない、そろそろした方がいいかね。でもちゃんとまだ真っ白よ。犬大好き、誰が鍋つかみやちゃうわ。たまごっち終了した。たまごっちやってる人はあのキアラとナータンとノンノなんで。この子と一緒にお風呂入ればいいのか、お風呂で洗ってあげればいいのか。じゃあそろそろ洗ってあげよう。あんまり触られてなさそう。あ、みずは、お疲れ。いや、飽きてないよ。飽きてないよ、全然。って感じでそろそろ終わるわ。終わります。明日はララポート豊洲で6時半からライブですので、で7時15分からハイタッチ会だったっけな、なのでぜひ遊びに来てくださいね。待ってます、待ってます。13位から読みます。13位デルファイさん、12位ニゴさん、11位ユカリン、10位セイタ、9位レグルスさん、8位島根の差し越しさん、7位ポークたまごさん、6位なんちゃらおじさんさん、5位ケンヨンパチさん、4位イトコンさん、3位サシナユイさん、2位大輝さん1位ノブさんです。ありがとうございました。もう私はこのままお風呂ももう入っているし、メイクもしていないので寝れるので嬉しいですとか言って早く寝るのか分かりませんが、ランダムは6人いきます。1人目ジュンジュンさん、2人目ショウさんかな、 SHO さん、3人目サッケンさん、4人目カズ G さん、5人目ダイス K さん、ラスト6人目ヤマトさんです。ありがとうございます。残念、もう歯ブラシもしたんだよ。へい、口の色、うん、何もつけてない。今リップクリームしかつけてないので口の色がないです。もうちょっとで1万人だった。ありがとう、今日いっぱい見に来てくれた、ありがとうございます。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、はい、ピースです。じゃあおやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、バイバイ。走り続けてよかったって、見てね、バイバイ、おやすみなさい。